はいみなさん、こんにちは。今日は Japanese with Shun のシュンさんと話しました。シュンさんのポッドキャストをまだ聞いたことがない人は、ぜひぜひ聞いてみてください。特に初級レベルの人におすすめです。今日はシュンさんと日本の空気を読む文化について話しました。空気を読むっていう言葉はみんな多分聞いたことがあると思います。 to between the read lines という意味ですね。シュンさんも私も日本で生まれ育ったんですけど、海外に住んだこともあります。二人とも日本を出て初めてこの空気を読むっていうことが海外ではあまり通用しないことを知りました。私もスペインに初めて行った時、最初はコミュニケーションを取るのが難しかったです。逆に日本に来る皆さんも この空気を読むっていう文化は知っておくと役に立つと思うしもっと日本文化とか日本人のコミュニケーションの取り方について理解できると思います。皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。今日はいろんなところに旅行したことがあるしゅんさんと日本語の空気を読むという言葉について話したいと思います。うん、空気を読む。 はい、あのまあに,に本当に日本の、うん、日本語の表現ですね <laughs> 空気をそうですね,そうですねよく使いますねまあ,あの一応英語にも翻訳はあるんですけどなんだっけと「read between the lines」とか「read the room」とか、うんまあ、そういう言葉はあるのでまあその概念が全くないっていうわけじゃないけど日本ほど 強くないと思うんですよね。あのなんでこれについて話そうと思ったかというと、結構しゅんさんはどうですかね？私は結構聞かれるんですよ。あ、メク先生空気を読むってよく聞くんですけど、はい、どういう意味ですか？どうやったらいいんですか？って聞かれるんですよ。あ、はい、はいはいはい。そう,そうそう、時々聞かれます。私もそうですよね。うん うん。はい。なんか特に日本に住んでる海外の友達とか、日本に移住してきた方とかによく聞かれるから、多分日本に住んでいてちょっと感じるところもあるのかなと思いますね。うん。うんなんか日本に、確かに日本に住んでいる人からよく聞きますね。うん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 。うん。はい。そうそう。で、まあ、 まあ「空気を読む」っていう言葉についてちょっと説明するとまあ、空気っていうのはこれですよね「air」ですね。はい。<laughs> で「はい、読む」っていうのはまあ、本を読むと同じなんですけどあの、まあ、簡単に説明すると例えばその、その場の雰囲気とか状況を見てで 自分がするべきこととかを考えるとか察するっていう意味なんでしょうまたちょっと察するっていうね。はいうん、あの、違う日本語、難しい日本語の言葉が出てきたんですけど、<laughs> 察するっていうのは、まあ、気づくかな気づくの方が似てるかなそう。シュンさんは、あの、まあ、はい 日本で生まれて、日本で育ったじゃないですか。生まれも育ちも日本ですよね。そう、そうですね。はいはい。そう。いつ頃から空気を読むっていうことを意識し始めましたか、うん、もうそうですね。でももう物心ついた時から、多分空気を読んでいたと思いますね。うん、なんか子供の時も、 やっぱ、その、主婦団生活あの、例えば、子供の時は、学校で、学校で、まあ、友達や先生と過ごす時に、空気を読んだり、えー、まあ、もちろん、大人になったら、会社でも空気を読んだり、なんか、友達、仲がいい友達や家族 の中でも空気を読みますね。うん、もう自然に空気を読んで生活していると思います。うんうんうん。うん、そうですね。多分日本人、日本に生まれて、日本で育ったら多分もうあまり考えないで空気を読んでいる気がします。ミク先生はどうですか <laughs> 私ね、もともと結構空気読めない子供だったと思うんですよ。私、末っ子で。末っ子ってあんま空気読まないと思うんですよね。わ <laughs> かんない。はいはいはい。私の, <laughs> あの経験では、はい、あの、真ん中、まあ、長男、長男、長女と、あと真ん中は結構空気読めるんじゃないかなって思うんですけど、はい 末っ子はなんか自由な人が多いと思うんですよね。よく言われますよね。そうですね。だ子供の頃結構何も考えてなかったと思うんですけど大体いい中学校1年生ぐらいから空気を読むっていうことを、うん、空気を読むっていう言葉についても考えるようになったしその頃よくあの、うん 多分、しゅんさんと私、同じぐらいの世代だと思うんですけど、その頃、よく KY っていう言葉が流行ってたんですよ。はい、<laughs> 流行りましたね。若者言葉、KY、まあ。今、今、今は古いですけどね、多分。今は多分、死語かな、はい、もう、死語って使わない言葉はい,はい。もう使わない言葉だと思うんですけど、その頃、中学生、高校生ぐらいの頃、 よよく KY KY、ってて聞いてたんですよね。だから意識し始めたのはそれぐらいかなと思います。そうそうちょっとあの KY っていうのを、うん、あの説明した方がいいですね。知らない人もいると思うので K っていうのは空気の K ですね。で Y っていうのは読めないという意味。 だから、はい、あの、KY な人っていうのは、空気を読めない人っていう意味、うん、ですね。そうそうそう。<laughs> 流行ってましたよね。めっちゃ流行ってましたね。<う>はい。<laughs> 確かに懐かしい。<laughs> はい、懐かしい。なんかあったら、うん、KYKY って言われたりとか、お前ほんと KY だなとか言われたり。 本当に使って、僕も言われてましたね <laughs> あ本当ですか <laughs> はい、うん、言われてました <laughs> でもそうですねでも KY は、まあ、一応ネガティブな意味の言葉ですよね、うん、まあ冗談としても使っていたけど例えばどんな時に日本人はこの人空気読めないなって思うのかなって昨日考えたんですよ はいはい、でまあ例えばですけどさっき俊んさんも言ってたように日本って結構集団主義で、うん、その個人主義ではなくて集団のことを考える民族だと思うんですよ。はいはい、そう、だから例えば、うん、友達グループで集まってみんなで旅行 行く計画を立てるときに、10人中9人が、例えば、ディズニーランドに行きたいって言ってるときに、1人が、え、でもディズニーランド面白くないじゃん、とか言ったら、空気読めないって思わ,思われますよね。<laughs> そうですね。そうですね。確かに。日本ではそうですね。うん。うんそう。確かに。ね。 他の国では多分違いますよね。うん。そうそうそう。それはでも本当にわた、私もそう感じました。海外で。海外でこの、日本人の空気を読むうん、うん、が全然通じなかったので。<laughs> でもそれは、ちょっと、本当に大きいカルチャーショックでしたね。日本を出て、その、 まあ、海外に住み始めたときに、最初のカルチャーショックの一つが、その、空気を読むが全然通じない <laughs> のを感じたときは、まあ、カルチャーショックでしたね。大きいカルチャーショック。いやそうですよね。はい、そうそう。う本当に。だから、日本人が海外に行くときは、やっぱり、それが、 使えない空気を読むっていうのが通じないからちゃんとコミュニケーション取らないといけないそうですねそうはい最初それは難しいですよねうんそうそうなんですよなんか日本人はあまりノーと言わないいいえノーと言わないってよく言われるじゃないですかうん うん、これもなんかちょっとその空気を読むに似ている気がして、そのノーと言わないのは空気を読んで <laughs> ノーと言わないとき、いえって言わないときが結構あると思うんですよ。うん、そうですね。でも、あの、海外ではイエスはイエス、ノーはノー。で、はっきり言ってほしい。 でも、日本人としては、その、はっきり、はい、はっきり、いいえ、を言うのが、ちょっと、慣れるまでは難しかったですね。<laughs> そう。めっちゃ難しかった。はい。そうそう。最初は、その、自分の気持ちとか、自分の意見を、はっきり相手に言うっていうことに慣れてなかったから、 それをしてるスペイン人を見てちょっと戸惑ったちょっと戸惑いましたねなんかええ大丈夫なのそんなこと言ってなんか場の雰囲気が悪くならないのかなってちょっと心配したりしたんですけどそう他の人も全然なんかそれがおかしいっていう感じではなくてあそうなんだなんかあなたはそう思うんだねみたいな感じだったからあいいんだ この国では自分が思っていることをはっきり言ってもいいんだって思いましたね。そう、そうですね。それは本当にびっくり。うん。そうそうそう。あの、うん、さっきしゅんさんも言ったように、日本人って嫌でも、人に合わせたりとかしますよね。うん、その、相手に嫌な思いをさせないように。はいはいはい。そう。 そうでもあの海外ではやっぱり自分の意見とか自分のことを尊重する文化だから、うんはい、ちゃんとはっきり嫌な時は嫌って言っててそこはちょっと違いますよね。うん、日本はそのそん、ね、だろうグループとか周りの人のことを考え考えるでも考えすぎてしまう時も、うん よくある <laughs> はいはいはい、そうですね。でも、うん、なんか、空気を読む、うん、で多分、その、日本に住んでいない人にとって本当に難しいことですよね。うん、あの、ね、なんか、うん、なんだろう、その、 なんか、例えば、まあ、カナダに住んでいたときに、ええー、うん、まあ、英語が少しずつわかるようになってきて、わ、まあ、かるようになってきたんですけど、でも、その、カナダの,の文化、その、はっきり意見を言ったり、うん、その、はっきり、イエス・ノーを言ったりすることの方が、英語を話すことより、 英語を話すことより難しかったですね。なんか、慣れるのに時間がかかりました。はい。うんうんうん。そうか,か、そか。うん。だから、まあ、日本に来て、日本語を勉強する人は、してるし、したい人は、その日本の空気を読むとか、うん、日本人の、その、日本の習慣とかに慣れる方が時間が、うん かかるかもしれないなーって思いました、今。<laughs> うんうんうん。<laughs> はい。そうですね、逆に私たちが慣れなかったように、日本に来た人たちもその、この空気を読むっていう概念になれるのは、ちょっと大変かもしれない。はい、皆さんどうでしたかわかりましたかどれぐらい聞き取れたか、コメントで教えてください。 もっとこんな動画が見たいと思った人は、ぜひぜひいいねボタンも押していただけると嬉しいです。で、日本人同士の会話からもっと自然な日本語が学びたい人は、ぜひ私のサブスクに登録してください。OK! 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょうまたねー